はじめましての方もご常連の皆さん、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。いよいよもってテレビ局、テレビの中から人材の流出が目に見える形になってきました。もはやアナウンサーだとかタレントさんという表の人ではない裏方、誰かと言いますと TBS ドラマ不適切にも程があるの女性プロデューサー磯山亜紀さん。彼女は不適切にも程があるの脚本家の工藤勘九と工藤勘九郎さんとタッグを組んで TBS でドラマを作り続けてきました。ウィキペディアによりますと、上智大学の新聞学科時代に週刊朝日で、あの劇者でおなじみの篠山紀信さん、彼による女子大生シリーズで週刊朝日の表紙を飾ったこともあるとのことです。そして1990年 TBS 入社。これ局は違いますが、フジテレビが仕掛けた女子大生ブームのその頃の話なんです。何かというと、ピカピカのテレビの時代を知っている、そんな女性がテレビを離れて、じゃあどこ行くのかなというと、ネットフリックスにリューダ、いやサリダするという話、週刊女性プライムが伝えておりました。もっとも磯山亜紀さんは TBS 制作でネットフリックスで配信されたオリジナルドラマ離婚しようよ、こちらのプロデューサーを務めていたとのことです。そこから TBS からネットフリックスへの転籍というのは、人事交流のニュアンスも含まれた円満退社と見ることができるんです。TBS で言いますと、2年前にアナウンサーだった堀井美香さんが、女性の年齢はあれなんで、まあ、生後半世紀のタイミングで会社を辞めてフリーアナウンサーになるにあたりまして、早期退職制度を利用したとファッション誌オッジのインタビューに答えておりました。これはもちろん推測に過ぎませんが、定年退職まで勤め上げるよりも早期退職を利用した方が人生の選択の幅が広がる。そしてテレビ局の社員にとってみると、もはや骨を埋めるという、そういう場所ではなくなっているということが推測できます。そして何より、地上波テレビには未来がないというよりも、今がもうないかもしれないんです。なぜなら、若手芸人さんのギャランティーが最低時給を下回ってるかもしれないという疑惑が深まっているからです。ならばですよ、とっとと逃げ出すといったところです。今年に入ってからのテレビ周辺の話題で最も注目を集めたのが、テレビドラマ不適切にも程があると言っても過言ではないんじゃないでしょうか。そのプロデューサーの磯山亜紀さんが各所でお話しされていたことをまとめてみると、テレビ業界、テレビの中で起こっている変化、これを確認することができたんです。ただこの話に踏み込む前に、芸人さんの時給、日給が最低時給を割り込んでいるという話、皆様と共有しておこうと思います。5月14日のテレビ朝日の深夜のバラエティ番組、耳の穴かっぽじって聞けのワンシーンをデイリー新潮が伝えておりました。何でも今関西で若手の芸人さんが1日ロケをしてもらえるギャラが6000円から7000円だというんです。在阪キー局の会社があるのは大阪府なので、大阪府の最低時給は今の時点で1064円ですから、拘束時間が5時間半を超えたあたりで最低時給割れ、最低時給割れを起こすということになっちゃうんです。対して司会進行を務める MC のギャラはそれなりにまだ高く、ただしこの MC をやる芸人さん、あるいはタレントさんが固定されているので、格差社会がと嘆く、まあそんなネタ、そんなトーク番組だったようです。デイリー新潮の取材に答えた民放キー局の局員さんのお話によりますと、 MC が固定化されている、同じ MC ばかりになるというのはその通りのようです。ただなぜ同じ MC が出演し続けるかというと、視聴者が高齢化したからだって。つまり年齢を重ねた視聴者が求めるのは、刺激的な笑いよりも安定感、安心感、面白いっていうよりも、あ、またあの人ね、ほっと安心なんですって。ただそれはテレビ局側の都合に過ぎません。それはそのまま芸人さんにも当てはまります。何かと言いますと、視聴者が置き去りにされている、視聴者が無視されているということになるからです。年齢を重ねた視聴者が本当に安心感を求めている、
それどこで分かったんでしょうか。そうではなく、クレームが出ない、文句が出ない、いや逆に言うとクレーマーの方ばかり見て番組を作ってるということになっちゃうんです。そして芸人さんにしてもタレントさんにしても同じくであるのは、テレビにキャスティングされる芸能人、タレントさん、お笑い芸人というのはテレビ局に対して忖度して、そしてテレビ局はというと面白さよりもトラブルを避ける、クレーマーが文句言ってこない番組ばかりを作っていたら、果たしてそんな番組誰が見るんだっていう話です。番組を見るとは、視聴者がそんな番組に時間を使う、いやもう時間使わないでしょっていう話になっちゃうんです。テレビ離れについていろいろなことを言う人がおりますが、その中で語られないのが時間の概念です。ネットの時代になりまして、コンテンツビジネスにおける時間の概念がガラッと変わっているんです。時間の概念の変化とは、視聴者、ユーザーは自分の持っている時間を今まで以上により効率的に使えるようになっているということです。近頃若者がと言われるタイパ思考、タイムパフォーマンス思考もそうですし、何より倍速思考、いや CM スキップ視聴がそれです。 VHS デッキが普及したあたりから CM をスキップする、これはタイパ、今の言葉で言うとタイパを意識した視聴習慣が始まったんです。それが CM スキップです。なお、デイリー新潮によりますと、大御所クラスの MC さんのギャラも下げられていると言います。ただこれもクソつまらない、つまらない番組に出ている出演者のギャラが下げられるのは当たり前の話です。これもはや誰か一人のタレントさんが悪いというよりもテレビ業界全体の話なんで、どうしようもないんです。今週発売の写真誌フラッシュでは、緊急ルポと見出しを打ちまして、見開き企画で20年前から続くご長寿番組の20年前と今とのCM 料金の比較が掲載されておりました。さんま御殿、M ステも半額に、テレビ局 CM 料金の底が抜けたとして、ご長寿番組の CM 代金がどれだけ下がったと並べておりました。最も下がった番組の一つがビートたけしのテレビタックル、これが 70% オフになっているとのことです。明石家さんまさんの踊るさんま御殿にしても、ピーク時は700万円あった CM 料金が今350万円ですから、 50% オフとのことです。同じくテレビ朝日報道ステーションも700万円が350万円と、これまた半減です。ただし記事に登場します広告代理店の関係者の話によりますと、20年前と比較して視聴率も半分になっちゃってるとのことなんです。視聴率とは、その時間帯のテレビを見ている人の中でその番組が何パーセント見ていますかという割合なんですけれど、これはそのまま分母にかけますと、見てくれている時間と読み解くこともできるんです。つまりテレビ番組を見る視聴に多くの時間を費やしてくれていた時代、それなりに CM 料金は高かったわけです。そしてテレビに時間を費やしてくれる人がトコトコトコと逃げ出したというか、まあいなくなった分だけ CM 料金が下がったという、これまた当たり前の話だということなんです。20年前と比較して視聴率が半分になった、すなわち視聴者がテレビ番組に費やしてくれる時間が半分になったわけだから、 CM 料金も半分になったということです。ラーメン屋に置き換えた時に、かつては1日100杯売れた醤油ラーメンが、売れる量が半分になったら利益が半分なのは当たり前の話です。一方、ちょっと変わったものを出そうかと激辛ラーメンを出しても、この激辛ラーメンが10杯しか売れなかったら100杯売れた時の10分の1になるというのは当たり前の話なんです。その中でもフラッシュの一覧によりますと、 TBS の日曜劇場は20年前に850万円だった CM 料金が今700万円ということなので、 18% 減で踏みとどまっていると言います。日曜劇場と言いますとビッバーンが話題になりましたし、ドラマという括りで言いますと、やはり昨今のテレビ界隈を最も賑わせた不適切にも程がある、やはりドラマは硬いと言えるのかもしれません。白がこう言ってます。月9爆死、同じドラマ枠でもフジテレビの月9は20年前に1100万円もあった CM 料金が今現在ですね330万円。
社長安いとばかりの330万円とのことです。20年前の1100万円の時には完売御礼とばかりの満行と呼ばれる状態だったそうなんですが、今は 70% オフとのことです。これも時間の視点で見れば差もありなんです。テレビにおける時間とはかつてはフローでした。放送したらおしまいでした。平成が始まった頃、VHS デッキの普及によって録画してみるという視聴習慣が加わりましたが、しかしベースはフローの放送でした。ところがネット配信は最初から初手からストックなんです。視聴者が見たいタイミングで再生ボタンを押せば見ることができるオンデマンドなんです。そこに倍速視聴を加えれば、視聴者は自分の持ってる手持ちの時間を自分の好きなタイミングで好きなように使うことができる、そんな時代に今なっているんです。視聴者にとってまさに朗報なのですが、これテレビマンにとっても朗報になりつつあるんです。それが TBS ドラマ不適切にも程があるのプロデューサー磯山亜紀さんの TBS から Netflix へのサリダ、この噂に確認できるということです。磯山亜紀さんの出身大学であります上智大学と読売新聞がタイアップ、コラボしたと思われる記事がありました。インタビュー記事で見出しはこうあります。やっぱりテレビドラマはリアルタイムで見られてこそとあるんですが、こちら記事が日付のないもので、インターネットアーカイブの方で初めて確認できた日付を見ると、3年前の2021年5月11日が最初となっているので、その当時のインタビューと推定することができます。3年前にテレビドラマはリアルタイムだと言っていたのが TBS の磯山亜紀さんだったわけです。これが不適切にも程があるが、まさに大バズりをしていた最中の今年の2月22日オリコンニュースに TBS の磯山亜紀さんはこんなコメントを寄せていたんです。ヒットに感謝した上で、工藤官九郎さんと作ったドラマはどちらかといえば再放送や DVD の売り上げで活躍していて、リアルタイムでも見てほしいって思うことが多かったので、配信の再生回数や順位で評価される時代になったんだなとしみじみ思います。これが私にとって令和になって一番の変化かもしれません。 LTV 顧客障害価値という言葉が身近に使われるようになる前から、アーカイブされて長く愛されるドラマを作りたいと思ってきました。白がこう言ってます。フローからストック。あえて言うなら、ドラマプロデューサーの磯山亜紀さん、彼女にとってテレビという舞台は答えは合ってるけど式が間違っているパターンだったということになるんです。テレビはアーカイブ向きではなく、ネット配信はまんまアーカイブなんです。ようやく、あ、ネットの方がぴったり来てるのかなっていうことに気づかれまして、そしてクリエイターとしてのこれからの時間をテレビではなくネットで使おうと、ネットフリックスで使うと決めた。まあ、この噂が本当であるならば、ネットフリックスへの移籍というのはまさに水を得た魚、ギョギョギョといった感じになるんじゃないでしょうか。そして実際企業体としての TBS ホールディングスの決算説明資料を見ても、利益面で見た時のネット配信の比重は高まり続けているんです。そして次期 TBS テレビの社長予定者の劉邦正峰さんは、少し前まで TVer の社長をやっていて、彼はタイムレスバリューを掲げています。もはや才能あふれる人はネットにシフトしていて、組織体としてもネットシフトの背中を押しているんじゃないかということです。反対に TBS テレビが民放連から青少年におすすめの番組を教えてくださいって言ったら、抜け抜けと TBS テレビはサンデーモーニングと報道特集を押し込んできた、これ韓流のゴリ押しとそっくりじゃないでしょうか。その姿はまんま嫌われる努力です。そしてストックされるのはテレビドラマだけの話じゃないんです。嫌われる努力もストックされていくんです。そして多くの視聴者が地上波テレビの TBS に時間を割くことが、消えたとなりまして、そうなりますと表舞台で活躍するタレントさん、芸人さん、お笑い芸人さんだけではなく、いわゆる裏方と呼ばれるプロデューサーさん、脚本家の先生などなど、才能のあふれるキラ星のごとくのタレント才能が地上波テレビの周辺から消えたざんまとなることはもはや
時代の必然なんじゃないか、そんなことをうっかり考えてしまう週末でございます。毎日を秒秒の単位でみんなで楽しんでいきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の番組が面白いなと思ったらいいねをクリックしていただけると嬉しいです。それでは番組最後の運試し、みやちゃんじゃんけんじゃんけんパー、私がパーなのでチョキを出してあなた最後はブイ、おめでとうございます。私と同じパーを出してあなた、違いますね、今回ダブルで送ってきます、ハンドパワー、ニニニニニ、そしてグーを出してあなた、ガンバ、またの機会もお付き合いいただければ幸いです。ワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。バイバーイ。